はい、えー、3134回始めます、7月30日火曜日、入ったところですね、あのオリンピック、今ね、ちょっとネット見たら、体操の男子団体で金メダル取ったみたいだね、見事だね、よかったね、日本やるね、なんだかんだ言って、いやー、体操、うん、団体金ですか、ね体操は昔から日本強いからね、うん、いやでも、すごいよ、団体ね、中国とか強いんじゃないの、おそらくわかんないけど、ね、大逆転。 勝利みたたいだから、ね、最後交わししんでしょ、はい、見たかったね私もねライブでもうほんと昨日までの4つの金メダル、うん、全部見てるからライブで <laughs> 見てるからお前は本当に学生かっていうような生活してるんですけどあのオリンピック面白いよ、うん、で今日あのスケボーのね堀米さん2連覇で金メダルねすごいね堀米さんねえそんなあの なんていうの世界ランク1位とかじゃなかったんでしょおそらく今季っていうのうんそんで金メダル取ってでしょ今日そので体操団体で男子取ってね金メダルこれで6つよなんだかんだあの期待されてね取れなかったフェンシングの女子のね、あのー、金髪の人とかすらっとして素敵な人ねあの人とかあと阿部詩さんっていうのかな、うん、柔道の、あのー、取れなかったね期待されて取れなかった人がいる一方でね あのすごい今回ねいきなり金メダル取ったっていう人もいるからねそんなに期待されなくてねえやっぱり分かんないねオリンピック大舞台だからほんと魔物が住んでるじゃないけど何が起こるか分かんないねあとなんか柔道でどうも日本に不利な判定が続いてるみたいなことを言ってるけどしょうがないよねもう今日国際競技になっちゃったからあの私も柔道昨日おとといその前あたり見たけどあの。 やっぱ感覚ねあのもう日本の柔道じゃないからねあれもう競技としての、うん、競技として面白く、うん、するためのねあのねあ勝敗を決しやすくするためのスポーツになっちゃってるから、うん、もうちょっとね技かけないだけで指導とか来るしねで指導3回でもアウトみたいな負けみたいな、うん、で試合時間も短いしね,あれねどう見ても私からすると。うん なんせか,かされてせかされてみたいな先に技かけて先に技かけてみたいな感じでいかないと勝ち残れないよねあれねあの柔道はうんいや本当ねしょうがないよねだって日本10万人ぐらいしかいないんだよ柔道の競技人口フランスだけで50万人いるって言うんだから競技人口うんブラジルだってね何十万人かいるって言った230万人いるって言ったよだからもう 完全に国際的なスポーツになっちゃったからね柔道、うん、あのしょうがないよねある程度はね、まあ、日本だけ、うん、あの不利にっていうのもあると思うよおそらくヨーロッパやるからこれあのそういうこと、うん、ヨーロッパ主導で動いてるから世界やっぱりいま、うん、だに、うん、あのねノルディックスキーの萩原さんだけ昔強すぎて強すぎてルール変えられたもんね もう何でこの日本人こんな強いんだっつって「いやルール変えちゃえ」っつってね本当にそういうことやるからね、うん、不利なようにっていうの、うん、であの地元ヨーロッパの人がねな連覇で強すぎても全然「わこいつはすごい」ちょっつって褒めたたえて、ね、アジア人とかがあんまり強すぎると「いや面白くないじゃないか」ってなるのよ。うん、これ柔道でも絶対あると思うよこれ。はいまあいたし いたしかゆしだねこれだから柔道ねまあオリンピック種目になったからしょうがないよ。というん、ことで今回、えー、3134回、えー、いきますよこれあ特殊詐欺ね特殊詐欺詐欺シリーズボリューム6かな <laughs> もうシリーズ化されてるんだけど今回は6件ねざっといきますで私当面これ詐欺今日本ですごいから。 特殊詐欺、ロマンス詐欺、SNS 型投資詐欺、副業詐欺、あとパソコンウイルス詐欺、ね、サポート詐欺っていうのかなとか、もういろんな種類のが入り乱れてもう詐、詐欺師天国みたいになっちゃってるから、これ今、警察かなりねあの、無知入れて、摘発乗り出して、結果出てきつつあるところだけど、あの当面ね、これ、なくならないとは思うよ、うん、世界的な傾向だから。うん だけど、うん、ちょっと紹介していきます気をつけてください皆さんってことでねあの詐欺師にも詐欺師に引っ掛けられることもなくってね加害者にも被害者にもならないようにということで私ずっとやってきますよ当面ねまず1件目今日6件あるうち1件目京都新聞からねあのー、65歳あ66歳無職男性スマホ購入 うん、ス,マホホスマホ購入ネットバンキングネットバンキングで6300万円送金ってなってるねこれ、うん、ネットバンキングで6300万円、うん、滋賀県滋賀県警近江八幡署は26日滋賀県内の無職の男性66歳が警察官などを語る男にインターネットバンキング経由で現金6350万円騙し取られたと発表しましたと当初によると4月3日に男性宅に ねあのー、犯人の男から電話がありあなたは詐欺事件の容疑者になっているとあるね、これ最近ねあなたは詐欺事件の容疑者になっているとねある男にき、ね、言われたと、うん、で死に従ってスマートフォンを購入して複数のネットバンキングの口座を開設あなたのお金が白か黒か調べると。うん <laughs> 意味が分かんないんだけどあなたのお金が白か黒かねあの怪しいお金じゃないか調べるとで白と分かればお金は元の口座に戻すなどと言われて、えー、7月11日に、えー、までに複数回指定された口座に6350万円でしょあの送金したとその後まあ連絡が取れなくなったために警察に相談したということでねあなたのまあ 例えば貯金5,000万とか1億円あるのはそれが悪いお金かいいお金かちょっと調べるからこの口座に送金してと調べるからお金をって言って送金したら落とさなくなるっていうことだよねいやーお金ー <laughs> これ騙された方の人悪く言うつもりないけどねまあちょっとしたトリックっていうかねうんだから相手ペースに乗らないっていうことよもう怪しいんだから。 うん、あなたは詐欺事件の容疑者になってるっていうこっからよね、うん、なわけねえだろっていうところなんだけどやっぱ知らない人からの電話連絡、うん、電話なり何なりの連絡っていうのは知らない人なんだからあのうかつにね信用しないことさらには連絡取らないこと無視することだと思うよあと北海道ニュース2件目、うん、1000万円超、ね、被害え恋愛話入り口に 入り口に金の投資を一緒にしませんかということでね50代女性が SNS 型投資 SNS で知り合った男に誘われってことで50代の女性がね札幌の50代の女性が SNS 通じて知り合った男に嘘の投資話申し掛かけられて合わせて1145万円騙し取られたと、ね、札幌に住む札幌市に住む50代の女性は恋愛話を入り口にまあロマンス詐欺だね え知り合った男性から「金の投資をやって儲かるからやっていて儲かるから一緒にやってみようよ」などと誘われてえ今月初旬7月初旬に誘われて投資関係のインターネット上のサイトを紹介されたとそんでサイト上で金を扱う投資関係の情報提供者を名乗る人物が現れてその人物から指示された金額を振り込むと。 利益が得られるというものでしたとところがサイト上で、うん、利益が出たように見えたのでその利益が出た,出た分を引き出すように聞いたところ保証金を別の口座に、ね、振り込めば受け,受け取れられるなと言われてさらに多くの金額を振り込んでしまいましたと、うん、わずか1か月足らずの間に十数回振り込みを続けて合わせて1,150万円。 騙騙し取られた万円騙し取取らられれたた万円っていうことだ、ね、で家族に相談して事件が発覚っていうことでこれそうあの利益ね投資始めてみませんかって始めて利益が出るとそんで、うん、あの出金したいと利益で多分出金したいって言ったら出すにはちょっと口座管理料とかなんとかいろんな名目でねあの手数料だなんだって言われてさらに振り込みさせると送金させるとそんで 結局、ね、出勤できないっていうことが分かって、その間になって、まあ、詐欺に気付くっていうことだね。だから、あのー、投資話ね、そんな簡単に利益出ないから、<laughs> 今私、このスマホでね、FX とか株とか見てるんだけど、ね、あの原油価格とか、なかなか数の難しいから、これ、投資はね、あセミ泣き始めたよわ、<laughs> 今日、<laughs> 早くも、もう4時、4時ぐらい、これね、セミね、時間制が、ほら、3時58分でしょ。 本当に4時ぐらいに泣き出すからセミ。本当に。時間正確だよね、昆虫ってね。と、はい、いうことです。札幌の女性が、まあ、SNS 型ロマンス詐欺みたいなもんですね。これ金の投資話。1145万円。被害。と、ね、いうことで次3件目。3件目はこれ、福島だね。テレビュー福島。警視庁名乗る男の電話信じて、えー、現金約800万円騙し取られるということでみんな大金失ってるよ。 うん、JA に金を預けてる人が詐欺被害に遭ってるなどという嘘の電話を信じて福島県の、えー、郡山市の高齢男性が現金800万円を騙し取られましたと「なり,りすまし詐欺の被害に遭ったのは郡,郡,山市過ぎ郡山市に住む70代の男性ですと」と警察によりますと7月3日、ねえー、警視庁の職員を名乗る男から JA に金を預けてる人が 詐欺被害に遭っているとで別の銀行口座に金を移してほしいなどと男性の自宅に電話がありましたと話を信じたこの高齢男性は電話やラインで男から指示を受け指示された口座に現金約800万円を振り込んだということでねまあ振り込んだ時点でもう騙し取られるってことよまあ警視庁を名乗る男とかね警察を名乗る男からまあ電話来ないからまずうん。 っていうことねまあもったいないね。これ800万でしょ郡山の人。その前札幌の人1,150万でしょでその前近江八万の人、うん、滋賀県の方。うん、6,350万でしょこれは。半端 <noise> ない金額だよねこれね、うん。次4件目。 秋田県由利本荘市消費者金融から金を借りるよう指示されるということで20代女性が100万円の特殊詐欺被害ということでねはい由利本荘市の20代女性が、えー、副業名目出ました副業名目の詐欺被害に遭い現金100万円をだ,らだし取られましたっていうことでねあのー、スマホで副業ラスクルっていうね副業サポートを歌う偽のサイトうん あ「楽する」楽するっていうカタカナ楽する」っていう副業サイト登録してよく27日から相手と連絡取るようになったとうんであの女性は支持消費者金融から金借りるねあれ紹介されて融資された現金約100万円を指定口座にネット送金したっていうことで。 まあサラ金からこうやってねお金ない人はない人でサラ金から借りるようにっていうマニュアルみたいなものを作ってるんでしょ、うん、いやーね本当にだからほんとお金ないから安心っていうわけでもないから特にね副業で今時稼げるなんていうのはそんなにないですからね、うん、あのー、昔からそうだけど副業でね自宅にいながらとかね暇な時間使ってなんていうそんな甘い話ねあんまりないよ。 うんあのー、信じ込まないことですよ。うん、で、あのー、楽するっていうね楽するだからカタカナで、うん、そんな会社、うん、楽してお金は稼げないっちゅうことよ、うんまあ、若い人この副業詐欺よく引っかかってるね、うん、気をつけていきましょうで最後あ最後じゃない5件目京都新聞 SNS で先生を紹介されたと。 いうことで39歳が1000万円をだまし取られるってことね、えー、滋賀県大津市は27日大津市の弁あ違う大津市の介護士の男性39歳が投資話を持ちかけられてね現金1000万円をだまし取られたと発表しましたと、うん、詐欺事件として捜査しているとね、えー、大津署滋賀県、うん、大津市によると6月上旬 SNS で女性を語るものと知り合いい LINE ね LINE で金の投資に詳しい先生がいて儲けられるっていうことをね言われて、うん、で先生と呼ばれる人物紹介されてその人のに LINE で指示を受けて7月16日までの6回にわたった指示された口座に、えー、入金したとサイド上では5億円の利益が出ており、ね、あの男性が出金しようとしたら、まあ、引き出せないと被害に詐欺に。 気づいたとねあ引き出そうとしたら手数料がかかるって言われたんだねサイト上で5億円の利益なんだだから投資はねそんな甘くないっちゅう話よこれは声を出して言いたい私もうねあの株とかねコーンとか大豆とか <laughs> ね株の先物とかねあのね指数取引とかあと為替とか もう全部やってる <laughs> あのオプション取引から信用取引からでも全部経験してんじゃないかなあのー、うん勝てなかなかむずいからこれ、うん、今時あの将棋でねまあここまでは嘘かなうんあの藤、ー、井名人に勝つぐらい難しいっていうそこまで難しくないかあのでも今投資はあのー、結局今ね あの我,我々、素人衆が敵にしているのは AI だから、コンピューター、ね、最新鋭の AI、あのー、ゴールドマン・サックスとか、<laughs> あのロス・チャイル・ド,ドケとか、<laughs> 例えば、ねあの、モルガン・スタンレーとか、ね、そういった世界の名だたる、あのー、投資家、ウォーレン・バフェットの投資グループとかと戦うわけですよ、我々は個人で、ね、情報も何もなく。うん、勝ててますっていうね あの藤井さんでさえね藤井名人でさえ AI に勝てないんだよ。うん、それ我々がね素人がね投資してコンピューター最新の AI、ね、金融工学の勉強してる人たちがたくさん集まってるグループ勝てますかっていう話それを簡単にね1,000万円口座に入れて5億円利益が出たとかないってうんないからあの、まあ、私なんか勝ったり負けたり積み重ねていくんだけどうん トータルしたら負けてっからね、私だって、人生で。はい。ということ。で、最後6件目。SNS 型投資詐欺かっていうことでね、茨城県取市の25歳男性、暗号資産で1137万円騙し取られるっていうことでね、25歳男性、取手の。うん。えー、暗号資産、ね、取市、無職男性、25歳が、交流サイト、ね、SNS を通じて、えー、投資詐欺でね、 暗号資産1137万円相当を騙し取られたと発表したと、うん、いうことでねまあまあまあ、まあ、マッチングアプリで知り合った女性出ました名乗るものと LINE 出ましたねかわすようになり、えー、インターネット上のショッピングサイトを利用した投資勧められたと、うん、いうことでねまあこれも今若い人のはい若い人の間で流行るねこれねあのー、LINE とかね、うん SNS から始まってラインに誘導されてそんでネットショッピングのサイトで副業みたいな儲けられるみたいなことでうん言ってっていうの多いね若い人あと副業詐欺ね若い人引っかかるの副業詐欺とかあとラインに誘導されての金の投資とかね投資グループとかそういうの多いね若い人ねあのほんと甘い話気をつけてあの今国もね投資資産形成でね投資進めてるけど あのそうそう簡単にあの本当にね年間元金100万円だとしたらまあ5%うん1年経って100万円が105万円になるぐらいの投資ならいいけどねそれぐらいならあるけどうん確実割と確実なのねあるけど増えても減ってもねプラス5万マイナス5万ぐらいでやっていけばいいと思いますよそんな数ヶ月で倍になるとか5倍になるとか10倍になるとか100倍になるとかないってうん 奇跡でも起こらない限り奇跡が起こり続けない限りないって、うん、勝てないからなかなかねあの為、ー、替の世界 FX の世界でもそうだし株の世界でもそうだし金の世界原油の世界でもそうだし、あのー、暗号資産の世界でもそうだしもうプロ級のプロが揃ってるから、うん、そこに、うん、ど素人が入ってて勝てるようなあれじゃないですよ投資ってほんとえげつないから。うん 投資の世界っていうのは。はい、ということです、す6件終わりました。はい3134回終わります。で投資、じゃね、詐欺、ね詐欺、詐欺、皆さん気をつけてまいりましょう、引き続きね、ね本当に被害続出、詐欺列島になってますんでね、あの世の中、詐欺師だらけで思ってください。そんなね、あの優しいっていうか、人のことを思って、儲けさせてくれる人、うん。 あのいい仕事紹介してくれる人なんかいませんって嘘つきだらけで思ってた方がいいねあの脇の甘い人、ね、気をつけていきましょう終わりにしたいと思いますチャンネル登録高評価お願いします失礼します